時期だよみんな集合。次回チキンガーリックステーキの配信ライブは10月27日水曜日夜8時からです、はい、うちのお母ちゃん誕生日おめでとう。ということで、はい、おめでたいその日にですね、皆さんと一緒に、はい、ハロウィンの雰囲気で楽しめればいいんじゃないかというふうなことでですね、思っておりますので、なんかふわっとしたね。そうふわっとしてますということで、皆さんからぜひ、こんなゲームしてとか、こんな歌うとてとか、ね、こんな話してとかいうふうなリクエスト、ね、ガンガン、いただく、もしくはですね、メッセージ、去年もできてないかもしれないな、まあ、これまで自分が経験したハロウィンパーティーこんなんあったでみたいなメッセージとかね、ぜひ、お寄せいただければというふうに思っております。なかなかまだねパーティーがしにくい状況でありますけど、ぜひ、次回の、配信ライブはパーティー的にみんなとね楽しく過ごせたらいいなというふうに思っております、はい、さあということで、来週、10月27日楽しむわけですが、恒例となりました、はい、歌しりとり今回もやりますか。今週もやりたいなというふうに思います。じゃあ、 順番はリーダーからいきますかね。そうもちろん、はい、でずっとこういく感じで、じゃあ最初の方なら1文字目はじゃあ長谷が指定して、それでじゃあ来週はハロウィンということで、はい、かぼちゃのほうぼかぼちゃのぼうえらい中途半端なぼうから始まるぼうからね、ぼうから始まる歌ですよ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。ボーベー始まって以来じゃないですか。いきなり分からへん。ボー難しいかな。すやん、僕って始まる曲いっぱいあるやん。ありますね。そうやな、ボーボー僕らは少年探偵団一人老人やな。とにかく僕らはみんな僕は坊や良い子だですね。あ、結構ありましたね。ちょっとバカにしとったらまさかの回ってこうへんどころか一人目で終わるという。ということで、来週もまた歌しりとり頑張りたいと思います。では10月27日水曜日夜8時チキンガーリック席の配信ライブでお会いいたしましょう。おしゃれに勉強に